中日、立浪監督、守護神アイデル来日で、だから、帰ってくるって言ったやん、笑い。アイデルが来日しただから、帰ってくるって言ったやん、笑い。帰ってくると思っていましたけどね、実際に報告を受けて、安心はしてます。プロ野球における、亡命、という用語は、一般的に、政治的な理由や個人的な理由で四国を離れ他国の野球リーグでプレーする選手を指す場合に使用されます。この状況は特に、政治的に不安定な国や、政府からの圧力や制限がある国の選手に見られることがあります。例えば、キューバやその他の共産主義国の選手が自国の制約から逃れるために他国へ移住し、MLB、メジャーリーグベースボール、八他の国のプロリーグでプレーするケースがあります。これらの選手はしばしば亡命者として扱われ、新たな国でのプロキャリアを追求します。ただし、亡命という行為は重大な決断であり、個人の安全や家族との関係、キャリアへの影響など、多くのリスクと犠牲を伴います。また、亡命選手が新しい国でプレーする際には、移籍や契約に関する一連の国際法的な問題や、選手の資格に関するルールが関係することがあります。亡命ブームやめよ。練習試合とは良かったから、機嫌な立浪さん。彼らしい来日。実際に報告を受けて、安心はしてます。少し不安やったんか。来日したんかよかったな。中日ファン心配しすぎやろ。ライデル心すぎる。いや、勝手に契約破棄しないって当たり前のことなんだけど。ライデルとかい中日ファンの心をもてあそぶ罪の男来日しただけでみんなメロメロやん。心配してた奴らほんまに土下座しろ。そういうことする感じゃないって言ってんだ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。